この間これ買ってきたので今日はピーナッツバターのトーストにしようと思います。おはようございます。今日は何日かな、もう6月も終わっちゃいますね。6月の29日ですね。もう本当にあと数日で6月が終わって7月になっちゃいますね。夏は7月といえばなんか日本は花火大会とかもうすぐなのかな。いいな、花火大会超行きたい。もうなんか全然行ってないな、多分3、4年行ってないかな、花火大会とか。なんか夏に帰ってないので、前帰ったの5月だから、まあ、夏近かったので三社祭りとか行けたけど、夏が恋しい。でちょっと用意してたらもうお昼になっちゃったんで、お昼の準備したいので、この間買ったチキンがまだあるので2つくらいあるかな。それと先生がまだ帰ってこないから、今日帰ってくるか分かんないんだけど、帰ってきてる、帰ってくる日もあるし、仕事が忙しいと帰ってこない日もあるので、どうしよう、何にしようかな。冷凍のものがいっぱいあるんだよね。なんか適当に食べようかな。サンドイッチにしました。この間買ってきたやつで作りました。いただきます。ちょっとバナナがあるのね。あの昨日一昨日でスーパーに行った時に安売りして、ごめんね、エアコンの音がうるさいけど、安売りしてて、買ったのね。で5本ぐらい入ってて、で結構もうダメになりかけのやつだったので、ちょっと今日はこのバナナちょっとだけこうマッシュしたんだけど、を使ってバナナブレッドを作っていきたいと思います。で私もレシピわかんないので今検索して材料は揃えました。一応、あ、そうだ、ちょっと待って、1個忘れてました。はい、ということで、ちょっとネットを見ながらだけどレシピ紹介していきます。まずは、2カップの小麦粉、これは何粉になるのかな、中力粉か薄力粉か、強力粉じゃないと思います。あとアメリカオールパーパスのやつですね、オールパーパスフラワーってやつを使っていきます。でごめんね、全然見ないと分かんないので、で、ちなみに美味しいかどうかはちょっと保証できないので、私も初めてなので、で、小さじ1杯のベーキングソーダ、ベーキングソーダを重曹ベーキングパウダーですね。あと4分の1の小さじ4分の1の塩と、2分の1カップのバター、もうちょっと温めて溶かしておきました。あと4分の3カップのブラウンシュガーなんだけど、うちにブラウンシュガーがないので普通に4分の3カップのお砂糖、結構お砂糖使うっぽいんで、まあ 甘くないのがいい人は少なめでもいいかもしれないですね。であと卵2個溶き卵溶いたやつです。であとこちらのさっき紹介したバナナ、一応2本と3分の1って書いてあったんだけど、2本と3分違う2と3分の1カップって書いてあったんだけど、一応2本マッシュしました。はい、ということで、材料は以上ですね。で、じゃあ混ぜて作っていきたいと思います。はい、じゃあまず粉物から混ぜていきます。小麦粉とベーキングソーダとあと塩を全部入れて混ぜていきます。これで混ぜますね。ちょっとね、カウンターの上でしかも座ってやってるので、こうなんかこんなになってるけど気にしないでください。はい、でまあ混ぜてったら、これはまた後で使うので置いておきます。そしたらバターとお砂糖を混ぜていきます。混ざる、合ってるかちょっと分かんないんでごめんなさい、なんか間違ってたら。普通なんか粉物は粉物でやるけどね、まあでもそう書いてあるんで、とりあえずお砂糖とバターを混ぜていきます。こんな感じですね。はい、そしたらバナナと卵を混ぜる、まあ、結果全部一緒に混ぜるんで全部のものをね、バナナと卵はバナナと卵さっくり混ぜていきます。はい、そしたら先にこっちのバターとお砂糖の方をさっきの小麦粉に入れていきます。よいしょ、
混ぜていきます。そしたら卵のやつも入れていっちゃいます。そしたら全部を混ぜていきます。大丈夫かな、合ってるかな。とっても粉っぽいんだけど、まあバナナブレッドだからね、そんなにサラサラはしないと思うんだけど。はい、じゃあいい感じに混ざったと思うので、ちょっとねこれレシピにないんだけど、前だ、結構前だなこれ買ったの。このギラデリのプレミアムベーキングチップス、チョコレートチップスというやつがあったので、ちょっと入れてね、バナナチョコレートブレッド、チョコバナナブレッドみたいな感じができたらなと思って少し入れます。どんぐらい入れていいのかわかんないので、まあ少しだけ入れます。多分ねバナナも甘いし砂糖も入ってるので、かなり甘いと思うんだけど、まあバナナブレッドっていうか、まあ、おやつ感覚で食べれればいいなと思ってるので、はい、完成かな。こんな感じになりました。なんか結構なんていうの、粉っぽいっていうの、結構塊っぽい、なんていうの、サラサラしてないので、ちょっと合ってるか分かんないんだけど、それで170度のオーブン予熱して、オーブンで、ね、予熱して170度で、こういううちなんだっけ、なんていうの、フッ素加工みたいのがないので、このガラスのなんですけど、油をちょっと塗ってこの中に入れて焼いていきます。で1時間違う、そう1時間ぐらいって書いてあるんで、プリヒートを1時間、予熱が完了した175度のオーブンに入れて10分焼いていきます。全然膨らみません、失敗してるかも。あと2分なんだけど、もうちょっとやんないとかな。全然焼けてない感じがすごいする。ごめんなさい、ちょっと間違ってました。なんか10分焼くじゃなくて60分焼くって書いてありました。50分から60分ぐらい焼いてって書いてあって、その後10分クールオフだから冷ましてくださいって書いてあったので、私が間違ってました。読み間違えてました。10分じゃなくて1時間ぐらい焼くといいといいみたいです。はい、なんで膨らんできました。いい感じに、こんな感じで見えるかな。よっ。で、50分ぐらい設定でやったんだけど、最初の入れて全部で50分ぐらいなんだけど、いい感じになってきたので、あとね6分なんで、ちょっと待ちたいと思います。完成しました。いい感じ、めっちゃいい感じに焼けた。結局1時間ぐらいやったかな、ちょっとプラスで中が半焼けだったのね。うん、いい感じ。ちょっとね、中完全に焼けてるかちょっと分かんないんだけど、串刺したとかお箸を刺してみて大丈夫そうだったんだけど、まあ切ってみないと分かんないので、とりあえず今からサリーに行ってくるので、これをちょっと冷まして後で切りたいと思います。これからサリーズに行ってきます。買いました。ちょっと中で撮るの忘れちゃったんだけど、後で紹介します。おつけてきました。見てこのめっちゃ美味しそうなバナナブレッド、お匂いも最高だし、ちょっと切ってみますね。ちょっと片手で切るの大変だけど、おお、しっとりチョコレートとバナナが、あ、いい感じ、よかった、大成功。ちなみにさっき買ってきたものは、ヘアカラーと、このヘアカラーに使うデベロッパーと、これタドだったんで、ボリュームが違うやつ、あとトーナーっていう色をつくやつちょっと説明がしづらいんだけど、まあヘアカラーですね。あとこれ買いました。もちくんの爪がね、ちょっとかなり
尖ってて痛いのでちょっとヤスリでヤスろうと思う。多分ね、長さはそんなに長くないんだけど、先っちょがすっごい尖ってるから、これでちょっとガジガジやって少し滑らかにしようかなと思います。今日の夕ご飯はこちら、そば飯を作ってます。完成。今日もこれからタコ散歩に行ってきたいと思います。で、なんか外雷になってるみたいなので、今日は外じゃなくてアパートの中をちょっとうろうろしてラウンジ行ってコーヒーもらってこようかなと思います、明日用にね。はい、ということで、今日のビログはこの辺で終わりにしたいと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバイ。